行きましょう。葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか。何せ登場会の三代目が死んだんです。跡目が誰になるのか。殺し、
兄貴、こっちです。そういえば最近は葬式あげるのも一苦労だって上の人間が愚痴ってました。兄貴が勤めに行ってる10年間で法律が厳しくなったんですよ。おかげで仇との付き合いも難しくなって、今時組葬なんてどこの葬儀屋もビビって受けたがりません。まあそんなご時世でこれだけでかい葬式あげられるってのはまだまだ登場界の力が衰えてないって証拠ですけどね。兄貴、到着しました。おやさんはこちらです。それにしても浮かせでした。まさか錦のおじきが兄貴が来るのを見抜いてるとは。早く風間のおやさんがいるところに行きましょう。兄貴が潜り込んでるのが知れ渡ったら大事になります。しかしいつ来てもここはバカでかい建物だな。ま、登場会の本部が小さくてもおかしな話ですけど。おやさんはこっこの部屋でしばらくお待ちください。今風間のおやさんを呼んできます。Thank you.
カズマ。おやさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやさん、何があったんすか？登場会は。それに、錦は。あったのか、あいつに。いえ。あいつはあの10年前の事件から、すっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺は、あいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやさん。もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ。行方不明って。それなんだが、弓は。おやさん！風間のおじき！てめえ！お前、桐生！桐生？あ、なんやお前。堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ！島の。おお、お前ら！絶対に生きて返すんやないで！王女せいやキリュウ。カズマ、逃げろ。カズマ、ユミを100億を頼む。行け。
こは通さへんで。キリュウ、覚悟せや。Hold up!